皆さんこんばんは、 MK です。今回は簡単に壁抜けができる方法を紹介したいと思います。これねかなり簡単なのでぜひ皆さんも試してみてください、やる場所はここですね。帽子の国カブロンです。で使うのは羽繰り棒なんですけど、この羽繰り棒がねちょっと厄介でですね、羽繰り棒をキャプチャする時の注意点として、キャプチャしたその高さよりもちょっと高い位置までしか飛ぶことができないんですよ。なので低い羽繰り棒をキャプチャすると、低くなるんですね、その飛べる高さが。なのでこのカブロンで一番高い羽繰り棒をキャプチャします。こいつですね。こいつのこのかっこいい帽子を取って、マリオのシャレオツな帽子に変えると、そうするとこの高さまでね飛ぶことができます。で、やる場所なんですけど、ここの下ですね。この下結構ねちょっとシビアなんですけど、入る場所がこの下に向かって飛びます。でコツとしてはちょっと角のところですね、下の角のところ、あーちょっと早いな、もうちょっと一回やり直して、ここよし、ここですね。で入ることができます。そうするとここほら完全にこれ床の下ですね、床の下に入ることができました。でこれ壁とかも何もないので自由自在に飛び回ることができますけど、この雲とかに入っちゃうとね何も見えないんですけど、こういう感じでもう床の下飛ぶことができます。でこれ床の方に向かって、高さがね結構シビアなので飛ぶとこうやって抜けちゃいます。で抜けちゃうともうこれここから戻ることできないので、もう一回場所から入る必要がありますね。これ結構ねシビアなんですよ、入りが。おし入れましたね。で、入って、今度ちょっと壁抜けてみましょうか。壁もね普通に抜けれるんですけど、ここじゃ抜けます。ここ完全に壁の中ですね。はい、こういう感じで、でも戻れないですもちろん。はい、なのでもう完全にちょっとバグですよね。これはあそこだけなぜ入れるのかちょっとわからないんですけど、でこれもう一個ねちょっと面白い現象があるのでそれをちょっと紹介したいと思います。こっか、もう慣れましたね。結構下あたりですね、入れる場所は。ここね水があるんですよ。でこの水に入ると、はい、マリオに戻ります。でこれ床の下をね泳ぐことができます。でこれなんでここに水があるかっていうと、ここの真ん中の木みたいなやつに帽子かぶせると線を抜いて水位が上がってくるっていう、おーっとジャンプしちゃった仕掛けなんですけど、こういう感じでコインが出た後に水が出るとなんですけど、まあもちろんここから入れたりはしないですよ。なのでこの水を先にね下の方に待機してるんでしょうね。そこをちょっと泳ぐことができます。で羽繰り棒ね一回いなくなっちゃったんですけど、これもう一回復活してるので、これ何回でも水に入ったり敵に当たったりしてもこれ何回でもやることができるので結構ね遊ぶことができます。じゃあちょっともう一個紹介します。ここ入ってどうしよっかな。完全に雲の中に入ってしまった。これは見えない。ここですね。羽繰り棒じゃ普段入れない場所に入ることができる。見えない。見えない。あそこだ。ここね、羽繰り棒だと普段入ることができないんですけど、これ、入ることができます。この技を使うと。まあ、この状態じゃ出れないんですけどね。この状態じゃ出れないので、一回ここで。解除してやることになりますけど、一応ここ入ることができます。結構ね全然簡単にできるのでぜひ皆さんも遊んでみてください。ということでまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。